夢ラジオ第526回、今日は平成29年6月30日金曜日です。時刻は午後1時半横浜港北、午前中は雨が降っていましたが午後は晴れてきましたね。丹沢の稜線も見えてきました。午前中はお仕事があって急いで帰ってきて、ゴバマーケット、ニューヨークダウの続落、日経平均も大きく下げています。2万円ちょっと割り込む感じの。ポジションが軽くなっていたこともあって少し買いを入れましたね。今日は下がってる時こそ買いですよ。一緒に売っちゃったらアホですよ。夢ラジオ第526回、今回は戦前県政の神様と言われた犬飼剛取り上げましょう。犬飼さんです。晴れの国岡山出身の人、家は豊かではありませんでしたが慶応義塾に進みました。明治になってからです。慶応義塾を出た後は新聞記者等をし、政治の世界と関わりを持ちます。ただしまあ権力を追い求めてみたいなノリではなく、まあ自由民権の方にいたんですね。当然伊藤や山形がやっていた藩閥政治を厳しく非難。第1回の衆議院議員選挙で当選し、その後岡山選挙区からずっと当選。やっぱ岡山では絶大な人気があった。演説が上手だったようです。人を説得するのが。今残っている犬飼の演説は晩年のもの多いのですが、その演説の中でも合理とか理にかなうとか正しいとか、そういう言い方よくしてますね。わかりやすい、誰が見てもそうだと思える、そんな演説、人気を博しました。自由民権にいたということから、1898年第一次大隈内閣では紋章に起用されますね。自由民権運動の結実とも言うべきこの第一次大隈内閣でしたが、4ヶ月ほどで内紛崩壊。伊藤や山形は笑ったことでしょう。あははみたいな。だから言ったろう。やっぱ自由民権運動ってなんか日本では素晴らしいことのように戦後教育されましたが、ものすごく脆弱で、あと後先考えない無責任な運動でもありました。さあ自由民権運動の
政府ができた。4ヶ月でそれがなくなってしまったこと自体、自由民権運動の本質を表している。私はそう思います。犬飼は20世紀に入ってからも当選を続け、国会議員のまま、政党政治家ですよ。ですから進歩党とか憲政党とか憲政本党、まあ、この辺ややこしいし覚える必要はないんですが、こういう党を渡り歩き、そして犬飼の名が世に知れ渡ったのは大正政変、第一次護憲運動、尾崎浮世とともに桂内閣を非難、大正デモクラシーの始まりです。まあ、憲政の神様と言われたのはこの頃なんですね。犬飼と尾崎。第二次護憲運動の時にも犬飼の名が人の口に上ります。犬飼はこの時革新クラブを作ってそのトップに立っていました。革新クラブ、まあ少数政党なんですよ。ただし犬飼がこの革新クラブを作ったということは大きかった。犬飼の人生にとっても日本の政治史にとってもね、1922年大正11年のことです。この犬飼が革新クラブを作ったのと機を一にして、あの第二次護憲運動始まったんですよ。高橋是清の立憲政友会、加藤孝明の憲政会、犬飼剛の革新クラブ、この3派が合同して清浦内閣打倒、この第二次護憲運動の結果、加藤孝明内閣成立。治安維持法と同時に普通選挙法も施行されました。犬飼としてはこの1925年大正14年の普通選挙法の施行でもって自分の政治的な使命は終わったと感じたようですよ。政治からの引退を表明し、郷里の岡山にすっ込んで、なんか悠々自適やります、後輩の諸君普通選挙法までは通しておきました、あとはよろしくと、カッコつけたかったんですけどね、犬飼は。だけど地元が許さず、勝手に犬飼を当選させ続けっていう、これ今じゃ信じられない話ですけど、犬飼本人がもう引退するって突っ込んでんのに、で出る気ないのに、勝手に周りで出たこと、立候補したことにして選挙運動もやって当選させてたっていう、まあなんか戦前ならこれもあったのかみたいな。結局犬飼政治家辞めるに辞められず、しかもですね、その立憲政友会がその高橋是清さんではなかなかまとめられず、そして首相をやった田中義一さんですね、田中義一さんが首相をやった後亡くなっちゃうんですよ。昭和天皇に叱られて、満州某重大事件ですね。で野党に下った立憲政友会がもう分裂状態みたいになるんですよ。鈴木喜三郎と徳波武次郎、
鈴木喜三郎と常滑武次郎、この二人ともちょっと、いろいろ問題のある政治家で、この二人が、どっちもダメだな、みたいな。その時に、犬飼さんお願いします、立憲政友会の総裁やってください、あ、この時には革新クラブを辞めて立憲政友会に犬飼も入ってましたから、党内基盤のない俺が、結局鈴木は常滑じゃダメだってことで、立憲政友会の総裁が犬飼、1929年昭和4年ですよ、田中さんの後。もう犬飼は70歳超えていたんですけどね。昭和5年には統帥権干犯問題っていう問題が出てきて、立憲民政党、立憲民政党の浜口内閣でしたね。この浜口内閣を野党だった政友会の犬飼、そして鳩山一郎あたりがつるんで、やいのやいのと攻撃したんですね。統帥権の干犯だ、与党は何をやってるんだ、やめろ。けどロンドン軍縮条約に調印してきた結果のこの話題、しかも犬飼はずっとこの時点までずっと軍縮派だったんですよ、いつの時代も。じゃ、よかったじゃないですか、このロンドン軍縮条約で日本のね、補助艦の割合が思ってたよりちょっと少ないとしても、米英日伊仏の戦艦の数がどこも軍縮すると、まあ、いいじゃないですか。ずっと軍縮を唱えてきた犬飼のくせに、ロンドン軍縮条約をめぐって浜口内閣を攻撃。しかも浜口さん、昭和5年の終わりに東京駅で狙撃されて、昭和6年にはちょっと回復するんですけど、体調良くなかったのに、この犬飼や鳩山が「浜口は議会に出てこい」とかなんとかで、浜口さんそう言われて男見せるって言って議会には来たけど、それで病状悪化して亡くなりましたね。あと若槻が後継しました。若槻は第2次になりますね。昭和6年、1931年のことです。だからこの辺、つまり統帥権干犯問題のね、話とか、あと浜口出てこいみたいな、これは犬飼にとって、しかもこれ犬飼の晩年じゃないですか。晩節汚したように見えるんですけど、どうでしょうね、私には。まあ、だからこそ犬飼としては、もう俺は引退したかったんだと、周囲が勝手に押したんだと、政友会の総裁にも別になる気もないのに、なんとなく向こうから言ってきて、犬飼さんしかいませんって言われたから。で、浜口さんが亡くなられて、そしてその後同じ立憲民政党の若槻が継いだんですけど、満州事変を収拾できず、そして禁解禁をやったことでね、浜口さんは禁解禁をやっていたので、もう日本経済が円高でボロボロになってたんですよ。ただでさえ世界恐慌なのに。そして第2次若槻内閣退陣、なんと昭和6年の暮れ、犬飼率いる立憲政友会に再び与党の座、なんと犬飼剛首相。えって、
このわしがみたいな、一回引退したんですけどみたいな、まあ数奇な運命ですね。で、犬飼さんの、まあ、演説が残ってんのは録音でね、この辺りからですから、やっぱり晩年の演説が多いんですよ。ただし、今の耳で聞いても分かりやすい演説はやっぱりしてますね。さすがと言うべきか。しかも声が若いですよ。この頃の、犬飼の演説。なんか30代か40代くらいの、なんかバリバリの人が喋ってるような、そんな感じですね。大蔵大臣には高橋是清を起用、金解禁を即座に停止し、そして日銀に国債を引き受けさせて、そして発行した国債で軍事を中心に予算を拡大、みるみるうちに日本経済は復興していきました。短期間で経済を復興させようと思ったら、軍事支出が一番効果的なんですね。この時の高橋財政は歴史に残ります。とより、世界の金融史、世界の経済史でも教えられていることですよ。1931年暮れからの犬飼内閣における高橋財政は、ものすごい勢いで日本経済は世界に先駆け復興していきました。やがて翌昭和7年の515事件、ここで犬飼さん首相官邸で狙撃されましたね。海軍の医官たちですよ。首相官邸に乗り込んできたっていうからびっくりしますよね。どんな警備やってたんでしょうか。応接室に来いとかって犬飼に促されて、で、話し始めたら負けると思ったんでしょうね。青年将校っていうんですか。問答無用、撃て。ただし犬飼さん意識はあったらしくてね、駆けつけた女中さんに「さっきの若い者を呼び戻せ、私が言って聞かせる」こう言ったそうですよ。これが犬飼さんの最後の言葉ですね。わしが言って聞かせる。演説のうまかった、説得のうまかった犬飼ならふさわしいと言えるかもしれません。この「わしが言って聞かせる」が戦後いつの間にか話せばわかる。しかも「話せばわかる」と犬飼が言った後に問答無用とこうなってますね。あれおかしいんですよ。本当は犬飼に促されて話が始まりかけたんですけど、このままじゃこのじいさんにやり込められるって思って、もうダメだと、もう行動あるのみと。で、撃たれた後に犬飼さん意識ありましたから、さっきの若い者をもう一回呼び戻せと、わしが話してやろうと。だけど数時間後に犬飼さん亡くなりましたね。この515事件以来、もう陸軍や海軍に向かって政治家も誰も何にも言えない社会になっていきました。しかも国民はこの515事件を称賛し、実行者たちの除名嘆願運動が広まりましたよ。これどういうことですか。515事件の実行者たちを日本国民は拍手喝采したんですよ。犬飼さん殺されてるんですよ。515事件だけじゃない。
その前年の3月事件、満州事変、10月事件、こういった事件が起きるたびに、あるいはその少し後の、これより少し後の226事件、こういった事件が起きるたびに、国民はその陸軍や海軍の青年将校に拍手を送って、もっとやれやれと、はっきり言っておかなきゃいけないのは、軍部が独走して、戦前 軍部が独走して日本が破滅した、いや、その独走を拍手喝采した国民がいたんですよ。日本国民がみんなこれでいいと思ったんですよ。まあみんなというか多くが、戦争は嫌だと思っている国民を軍部が無理やり黙らせてじゃないんですよ。戦前の日本人は好戦的だったんです。だから国際連盟から松岡洋介が脱退してきた時も、松岡は凱旋将軍でしたよ。帰ってきた時、松岡自身もびっくりしたんですよ。なんで俺がこんなに歓迎されるんだと、記帳した時にね。というわけで、犬飼さんのこの殺人ですね、殺されたっていうことについて、あ、それほどの同情が集まらなかったという奇妙な顛末になりました。さて、犬飼剛、統帥権甲板問題では、まあ見苦しい足跡残してしまいましたが、県政守ることに政治生命を費やした、これは間違いないですね。ですから今回の放送の冒頭でお話した県政の神様と言われます、その名に値するでしょう。この犬飼内閣以降も、県政に基づく内閣が戦争の終わりまで作れませんでしたから、その意味においても日本の県政界最後を締めくくったのは犬飼だったか。526回目の夢ラジオ、今回は戦前県政の浄土に行き凶弾に倒れた犬飼剛取り上げました。3時も過ぎたら、今日はまたお仕事に行かねばなりません。